皆さん、こんにちは。元祖バイリンガルで、花の82年組と呼ばれる。1982年にデビューした早見優さん、57歳となった2023年現在も変わらぬスタイルと美しさで人気を誇っています。早見優さんは1966年9月2日に静岡県熱海市で生まれました。本名は福田和美さんです。3歳まで熱海市で暮らしていましたが、その後家族で米国領保護地域のグアム島に移住。3歳から7歳までグアム島で暮らし、7歳から14歳まではハワイで暮らしました。母親は若い頃モデルをやっていて、日本人で初めてパリコレに出演した方だそうです。祖母の仕事の関係で母早見優さんの3世揃ってグアムに移住し、早見優さんが7歳の時に母親がツアー会社を起業。その後ハワイに移りました。早見優さんは小さい頃からピアスの穴を開けたくて何度も母親に言っていたのですが、14歳まで許されず、14歳の誕生日を目前にしたその日、母と一緒に念願のピアスの穴を開けに行きました。その時母に、ピアスの穴を開けると運命が変わるのよと言われ、早見優さんはへえと思っていましたが、なんとその帰りにハワイの三越のエレベーターの中でスカウトされたのです。そして1980年、早見優さんが14歳の時にスカウトを受け単身日本に帰国。反対すると思った保守的な祖母も、こんなチャンスは滅多にないのだから行ってきなさいと背中を押してくれたことで決意したそうです。当時の早見優さんは山口百恵さんの大ファンだったこともあり、日本での芸能界デビューが嬉しくてたまらなかったと言います。帰国後はアメリカンスクールに通っていましたが、デビューしてからは堀越学園に編入。当時は日本語が片言だったようで、堀越学園に編入したことで日本語が上達したと言います。その後上智大学に進学し、タレントとしてのレッスンも受け、1982年4月に急いで初恋でアイドル歌手デビューを果たしました。同期は松本伊代さん、堀ちえみさん、小泉京子さん、渋垣隊、中森明菜さんなどで、この世代は花の82年組とも呼ばれています。そして早見優さんは1982年の第24回日本レコード大賞で新人賞を獲得。さらに1983年、夏色のナンシーが自身の出演するコカ・コーラの CM ソングに起用されると、オリコンチャートの7位にランクイン。その年の第34回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たし、アイドル歌手としての地位を確固たるものにしました。そんな早見優さんですが、過去には俳優の舘ひろしさんとのポートピア病院での痙攣事件が大きな話題になったことがありました。その内容は、早見優さんと舘ひろしさんがホテルで密会して性行為に及んだ際、早見優さんが膣痙攣を起こしたことで舘ひろしさんの男性器が抜けなくなり病院に運び込まれたという衝撃的なものでした。そしてこの時2人が搬送されたのが兵庫県神戸市にあるポートピア病院だったそうです。搬送された際、早見優さんと舘ひろしさんは上半身は服を着ていてサングラスを着用、二人の下半身は毛布で包まれていたと言われています。この情報が広まったのは2006年頃ですが、実際に事件が起きたのは約20年前だったそうです。2006年の20年前といえば、当時早見優さんはアイドル歌手としてヒット曲をいくつもリリースしていた頃で、舘ひろしさんも人気俳優として多くの作品に出演していた時期でした。そこで注目されたポイントが、早見優さんや舘ひろしさんほど知名度がある人がポートピア病院に搬送されたということを隠し通せるかという点です。いくら20年前とはいえ、普通ならば週刊誌などに取り上げられ、二人の熱愛がワイドショーで連日取り上げられていてもおかしくないような出来事でしょう。また当時の早見優さんと舘ひろしさんは共に東京での仕事が多かったようです。そのためどうして兵庫県にあるポートピア病院に搬送されたのかは分かっていません。いくら二人の関係を隠すためだったとしても、兵庫県はあまりにも遠いのではないかと考えられます。また
この情報を公表したとされる人物は、知り合いが救急隊員で舘ひろしと早見優が搬送されたことを教えてくれたと説明していました。しかしその信憑性は定かではありません。実際のところ2人が運び込まれたとされているポートピア病院は存在しません。神戸にはポートアイランド病院とポートピアホテルはありますが、今回の事件とは無関係でしょう。また早見優さんと舘ひろしさんが痙攣事件を起こし搬送された際の写真があるとも言われていますが、それを見たことがある人はいません。さらにこの事件で搬送されたのは早見優さんと舘ひろしさんではなく、早見優さんと神田正輝さんだという噂もあり、実際は噂が錯綜しているという状況です。2014年10月27日に発売された実は裏歴史スペシャルでは、早見優膣痙攣伝説は本当だったという記事が掲載されました。その中でも早見優さんが膣痙攣を起こして病院に運ばれたという内容が書かれていましたが、この記事ではこの事件を今も昭和を代表する都市伝説としています。そのため早見優さんと舘ひろしさんの噂についてはあくまでも都市伝説であり真実であるとは言っていないのです。また膣痙攣について調べると、世間では性交渉中に陰茎が抜けなくなることが言われていますが、実際は挿入困難になることが多いとされていますので、性行為中ではなく挿入前に痙攣を起こすケースが多いそうです。このことからポートピア病院での痙攣事件はデマの可能性が高いと考えられています。そんな早見優さんですが、以前から患っていたという子宮筋腫が悪化し手術を受けたことを明かしました。早見優さんは2017年12月26日に自身のブログで先週手術を受けたことを報告。実は以前から患っていた子宮筋腫がこの1年でかなり大きくなったため先週手術を受けました。お腹や腰の痛みが悪化してきたことを医師に相談したところ、年内に摘出しましょうということになり手術を受ける形になりましたと手術までの経緯等を明かし、今回は良い先生に恵まれタイムリーに処置できたので良かったと思いますとし、6週間から8週間の安静を勧められたため2018年2月いっぱいまで仕事を休むことを報告しました。今回早見優さんが受けた手術は腹腔鏡手術という小型カメラを使ったものだったことから、術後の回復も早く入院期間は長くなかったそうです。早見優さんが患った子宮筋腫という病気は子宮の筋肉の一部にできる良性の腫瘍のこと。主に30代から40代の女性の発症率が高いとも言われています。子宮筋腫は良性の腫瘍のため転移するということはなく命に関わる病気ではありません。しかし不妊症や流産の原因や放置することで早見優さんのように腫瘍が大きくなることもあるため手術が必要になる場合もあるそうです。早見優さんはプライベートでは1996年3月に資産家の福田富男さんと結婚されています。福田富男さんは凄腕のエリートで上智大学を卒業した後スイス銀行の日本支社の社員を経て、2000年には UBS 日本のインベストメントバンク部門で役員に就任。2023年現在は企業向けの市場調査事業会社のセブンシーズマーケティングリサーチ株式会社の役員に就任しています。福田富男さんは早見優さんの2歳上で、父親が日本人、母親がアメリカ人のハーフです。お二人の馴れ初めはインターナショナルスクールだとか。早見優さんは3歳から7歳まではグアム島に、7歳から14歳まではハワイで育ち、芸能界デビュー前からインターナショナルスクールに通っていました。福田富男さんは同じ学校の2年先輩で、2人が上智大学在学中に2年間交際した後一度破局しますが、早見優さんが27歳の時に再び交際が始まり2年後に結婚しています。破局を経て結婚したきっかけは早見優さんの父親の発言だとか、福田富男さんと破局後別の男性と交際していた早見優さんは父親に交際相手を紹介、しかし父親は前の彼に会いたいなとこぼしたそうです。そこで
福田富夫さんを呼んで父親と3人で食事をすると、早見優さんは福田富夫さんに懐かしさを感じて、やっぱり彼がいいと確信したと言います。福田富夫さんのプロポーズの言葉は、ベストフレンドからベストパートナーになってくれだったそうです。順風満帆に見えるお二人の結婚生活ですが、結婚2週目にして離婚の危機が訪れたとか。毎朝サラリーマンの彼に合わせて一緒に起きて朝食を作り、玄関で見送っていたら疲れてしまって、これが結婚生活なら続けられないって真剣に考えました。そのことを福田富夫さんに相談したところ、だったら寝てたらと言われ、心が軽くなり離婚を回避できたと言います。それからは現在でも円満な夫婦関係が続いているようですね。お二人の間には娘が二人おり、長女がアリサさん、次女がカレンさんと言います。お二人とも東京都港区の西町インターナショナルスクールを卒業し、高校は東京都調布市のアメリカンスクールインジャパンに通った後、アメリカの大学へ留学しています。現在大学4年生のアリサさんは教育や児童心理を専攻したいそうです。早見優さんとアリサさんは過去に沸騰ワード10や徹子の部屋などのテレビ番組で共演しており、早見優さんの YouTube チャンネル早見優にもたびたび出演しています。現在大学2年生のカレンさんは物理学を専攻したいと思っているとか。お二人とも美人ですので、家族揃ってメディアに出演する機会もあるかもしれません。楽しみにしておきたいです。そんな二児の母でもある早見優さんですが、過去に書類送検されたことがあることをご存知でしょうか。テレビ番組の撮影で訪れていた京都市内の線路内にタレントの松本伊代さんと共に無許可で立ち入っていたことが判明。2月には鉄道営業法違反容疑で書類送検される騒動がありました。このことが判明したのは、松本伊代さんが早見優さんと共に撮った写真をブログにアップし、ネットで炎上したことがきっかけでした。そして松本伊代さんのブログを見た匿名男性から、京都府警右京署に対して放っておいていいのかとの通報があったことから、警察が事実を把握。警察は2人を署に呼び出し、それぞれ数時間にわたって事情聴取を行ったそうです。その後早見優さんは謝罪会見を開き、この度は私の軽率な行動により多くの皆様に大変なご迷惑をおかけしましたことを深く反省しております。大変申し訳ございませんでした。可能でしたらお仕事を続けていきたい。今後は気を引き締めて一層頑張っていきたいとコメントしました。また写真を撮影した経緯について、観光客の邪魔にならないように撮影しようと全身も映るように 2,3 歩下がった時、線路に入ってしまったと説明。現場には立ち入り禁止の看板があったようですが、その時は気づかなかった。普段は入ってはいけないという認識はありますしと、侵入したのはわざとではなかったことを強調しました。その後京都地検は踏切内通路からすぐ脇に入ったにとどまり、電車往来への支障が生じていないことや反省していることなどを考慮したということで、3月に2人を不起訴処分としました。そんな早見優さんですが、騒動の翌年の2018年にはデビュー35周年を記念したベストアルバムをリリース。女優としてドラマ、映画、舞台に出演しながら、バラエティ番組にも出演するなど、マルチな活動を見せています。20歳を過ぎた頃、一度事務所からもうレコードが売れない年齢になるから路線を変えてお芝居を中心にやっていこうと言われたこともあったそうですが、元ジャズシンガーの父に、あなたの歌を聴きたいという人が一人でもいたら歌い続けるべきだと励まされたことから、諦めずに活動を続けてこれたそうです。実は女子プロレスに転向するオファーもあったとか。今後も様々な場面で活躍する早見優さんを応援していきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。